こちらオートショップ東さんです。はい、2台キャンピングカーが来てます。ミリミリランド、はい、どちらもねキャブコンなんですけど、 K のキャブコン、そしてこちらは、タウンエースのキャブコンとなっています。はい、ではねこちらの K のラクーンから拝見していきたいと思います。このラクーンはね、軽自動車後ろ側をしっかりと仮装してあげて広々とした空間を作っている1台です。ラクーンのギアベッドタイプというものですね。乗車定員は4名で、就寝定員が2名プラス子供2名です。ベースの車両がスズキのキャリー T、 ガソリン 4WD のパートタイムで動きます。お値段が385万円です。はい、はい、もう背がね高いので中の空間が非常に広くなっています。で今ねセカンドシートが後ろ向きになっているんですが、前向きにして、走行することができるのでね、前を4人が向いた状態で移動することが可能になっています。今ねちょうど対座状態になっているので、リビングスペースとしてねゆったりと過ごせますし、あとね周りにしっかりと、収納がついているので、いろんなものを入れてあげることができます。はい、入ってきました。そうですね、165センチだとギリギリ立てますね。でこちらが、全部こんな感じで収納になっているので、結構ね上の部分に収納力がある空間になっています。でこちら側に可愛らしいシンクがついています。ちょっと手洗ったりするのに、ね、便利な、ね、感じになっていて、この下がタンクのルームになっています。給排水タンクがそれぞれ一つずつついています。でこちらはですね、ちょっとしたここからここまでの広いね、深い形の収納のスペースです。でこちらには 12V と USB ポートが、はい、充電できるような形になっていて、でさらにこちらに 100V 2口ある形です。いいですね。でそれからここもね開くので収納嬉しいですね。収納いっぱいある。上の収納棚がすごいよね。ね、ぐるっとある上に下にもあるっていうのがすごく嬉しいです。で窓も 1,2,3 面に、ね、あるので、すごくね開放的な空間になっています。で前がバンクベッド。はい、前がねバンクベッドです。ここをロック外して、うんうん、パターンって倒すと、うんうん、はい、こんな感じで、はい、奥行きがかなりすごいですね。そうですね、広いっすね。なんかお子さんがね多分ここ寝られる場所になるのかな、うん、2人プラス2人就寝だったので、ここねしっかり寝れそうです。しかも上だから子供絶対喜びますよね。そうだね、まあ、あと荷物入れとして使ってもいいし、うんうんうん、かなり広い、広いですね、バンクベッドです。はい、今度はねこちらタウンエースベースの M ホルーバー拝見していきたいと思います。でねこの後ろから見た時に、はい、こちら側にね室外機があるので、中にねクーラー入ってるなっていうのが分かります。やった、行きましょう、中入ってきましょう。嬉しいですね。はい、じゃあまずねポップアップしてるのでたくさん寝れそうな感じがするんですが、ここを拝見していきましょう。 M ホルーバのプレミアムです。乗車定員が6名で、就寝定員が3名プラス2名です。ベースの車両がトヨタのタウンエーストラック、ガソリン肉で走ります。お値段が538万円です。はい、はい、じゃあね早速中拝見していきたいと思います。はい、ではではお邪魔します。入ってくるときにここにねちょっとした靴箱があります。で今ねこちらちょっとカバーかかっているのでそのままですが、外からも中からもアクセスができる、冷蔵庫です。でここを開けてあげると拡張してね、ここ、キッチンのスペースが広くなります。はい、入ってきました。やっぱりポップアップしているので手がねこっちの方届かないくらい広いんですよ。これもすごく嬉しいですね。でポップアップもここね簡単にこうグッと下ろしてあげればすぐにね、ちゃんと平らにすることもできます。はい、でねちゃんと今対座式で6人乗車で前向き乗車ができるっていうのもすごく嬉しいです。でテーブルもあるので囲んでねみんなでリラックスすることができます。は
はい、でこちら突き当たりなんですが、こちらがね外から見ていた室外機の、大事な部分、ここでね冷房があるのでしっかりこの中を夏でも冷やしてくれます。でこれバンクベッドはなくてちょっとした小物入れっていうかマットを入れられる感じになってるんですかね。はい、マット入れの部分に乗っています。で後ろ、はい、後ろがですねこちら面白くて、キッチンスペース、こちらにシンクがあって、でここを台として使えますし、でこの上の方にはですねこんな感じでちょっとしたスペースなんですが、物入れになっています。でここね下はスライド式になっていて、でこの奥に、シンクが2つ、16リッターが、給排水タンク1つずつある形になってますね。でちゃんとねここに 100V が2口と、あと 12V と USB ポートが来てますので、電気もしっかりと、使うことができますし、あとねこの部分ですね、ここはねちょっとしたスペースになってるんですが、お子さんだったら寝れちゃいますし、あとね下の部分も活かして全部ここをラゲッジルームとして使うことができます。みるみるランド、こちらオーゼットさんのブースです。はい、ナローボディでナロールーフの1台を拝見してきます。はい、どこにでも止められるよっていうのがすごくね魅力の1台になってきます。はい、こちらキャンピングカーオーゼットさんのグランドバケーションです。380というのが、ね、ポイントです。7人乗車の大人2人子供3人出身の車です。ベースの車両がハイエース版スーパー GL ガソリン肉で走ります。お値段が438万円です。オプションでクーラーとリチウムイオンバッテリーをつけることもできますよと。はい、嬉しいです、ね、あと2段ベッドが標準装備。あ、これがね嬉しいですよね。みんなで動けてみんなで寝れるよっていう形になってます。8ナンバーになってます。はい、ではねちょっと早速中拝見してみましょう。このシックなね装いがすごくいいですよね。で今セカンドシートが後ろ向きですが、前向き乗車が可能になっています。でこんな感じでね簡単に2段ベッドを作ることができます。これ標準というのが嬉しいですね。うん、すごい嬉しいです。で今ねモデルがあるんですけど、あちらにねクールスターをオプションで作ることもできるようになっています。でちょっと後ろからも拝見してみましょう。あ、こんにちは、お世話になります。はい、後ろ回ってきました。このね簡単に展開できるっていうのもすごく嬉しいですし、こちらにシンクがあることによって外でもお水がね簡単に使えるようになっています。はい、でねちゃんとねダークプライムなので、このライティングがすっごい綺麗で映えるような室内空間になっています。みるみるランド、ベストツールズさんのラミーター拝見していきたいと思います。はい、こちらのラミータも、トヨタのハイエースがベースの車両になっています。乗車定員が8名、就寝定員が4名というお車です。はい、2段ベッドが、ね、あってマルチルームもあるよ、標準装備だよっていうのがねラミータのいい特徴ですね。はい、そして2023年モデルということで、生地そして家具の色もね選べますということです。わあ、ちょっとなんか見るのが楽しみですね。8人乗車っていうのもすごく嬉しいですよね。8人で移動できて、そして寝れるっていうの嬉しいです。はい、ではこちら拝見していきましょう。はい、こちらねラミータは2区か4区かでちょっとお値段表記が変わってきております。じゃあこちらのね4区の方を拝見していきます。8人乗車の4人就寝ハイエースのスーパーロング特装がベースの車両で、ガソリン 4WD フルタイムで走ります。お値段が680万円です。でこちらのね肉になりますと641万円と変わってきます。ではねラミータ中拝見するんですが、こちら最初にシューズボックス、テレビボックスとね書いてあります。テレビ台になっててシューズも入れられていろいろね収納ができちゃいます。これ大事ですね。で入ったところがもうすぐねセカンドシート、3人が前向き乗車できる形になっています。でさらにねこちらにも座れるようになっているので、こう対座してねくつろげるような形です。でちょっとねちっちゃめの可愛い感じのテーブルがついていて、このテーブルねなんとここから
ここまでレールが敷いてあることによって移動もねできちゃいます。でちゃんとねこの生地とか家具オーダー色選べますよということですね。これも嬉しい。でこのすぐ上にあるこのスペースですね、結構ここに座っている時間って長いと思うので、ここでねすぐアクセスできるところに2つもねこの大きな収納がついているのがとても便利です。でテレビはこちら側に来るようになっています。じゃあねちょっと奥のキッチンスペースも見てみましょう。はい、こんな感じで、じゃあまず上からですね、はい、こちらもね収納になってます。嬉しいですね。いろんなちょっとキッチングッズ入れたいのと、あとシンクもちょっと可愛めですがあります。でここにね100ボルト2口あるのと、こちらに冷蔵庫もしっかりと備え付けてあって、これね大きなペットボトルも2リッターのやつがちゃんとね縦に2つ入るようなサイズ感です。でさらにこの下はこのシンクのね給排水タンクを入れられるようになっています。でその下もですね、はい、その下ピテン開けるとここもね結構広めの収納のスペースになってます。広いです。でこちらスイッチコントロールが使えるようになっています。で、あ、もう私外に出ちゃってるのか。はい、じゃあこちら側はですね、はい、常設の2段ベッドになっていて、ここにちょっと見づらいんですけれども、はい、はい、電子レンジが隠れてます。嬉しいですよね、電子レンジ欲しい。はい、で私今後ろのスペースに来ました。ちょっと後ろからお願いします。ちなみにここにサイズが書いてあります。こんな感じです。はい、こんな感じですね。ここにねちょっと下ねこうやってねトイレットペーパーとか入れるような可愛いスペースがあって、で本当にねこういう風にお手洗い置くこともできますし、本当マルチルームとしてお着替えしたりとか、はい、こんな感じでしっかりとね個室になってるのがとっても嬉しいです。でちゃんとここカーテンも閉まるのでプライベート空間としても使えます。みるみるランド東西屋頭さんです。はい、ホビーが並んでます。はい、こちらねホビーのエクセレントエディションです。ドイツからの輸入車になっています。ではこちら拝見していきましょう。はい、ホビーの495UL エクセレントエディションです。終身定員は5名です。お値段が592万円で牽引免許が必要なものです。はい、ではね早速中拝見させていただきます。おー、広い。そしてエクセレントの内装になってます。もうすごいねこのソファーがふかふかなんですよ。でこのコの字型でねみんなで囲めて、広い窓とこれね開放感あふれる空間になっていて、ライティングもすごく明るいですし、このね直接のライティングだけじゃなくて、なんかね間接照明とかもいろいろいっぱいあるんですよ。で私の上のところ1個だけ開けてみますね。ここがねこんな感じで全部ここ実は収納になってるんですよ。白いですね。これがね、そう広いですし、この収納がね、あの家具としてもすごいおしゃれなのが嬉しいです。あとこのコーナーのここがすごい。そうですね。おしゃれです。ライティングといい、コーナーの取り方といい、素晴らしいです。はい、じゃあね、私の大好きなちょっと、あ、やった、来た。はい、もう開いてますけれども。こちら、ででん、三口コンロ来ました、はい、2回目ですね。あ、そうだ、今日2回目だ、嬉しい。はい、こちら三口コンロやっぱりいいですよね。エクセレントです。エクセレント、エクセレントエディションです。で、ここがねシンクになっててお湯と水出るようになっています。こんな感じでね、使うんだなって。で、ここにまたカタ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 って開くとちゃんとね収納になっていて、サイドのところもじゃじゃーん、かなり収納スペースとしても広いです。めちゃめちゃおしゃれだし広いし嬉しいな。あ、でなんとここにもねちょっとしたものをこう飾ったりとか置けるような場所があります。でこれですよ、これででん、はい、ここにカトラリー、そしてねいろんなものちょっとこう小物入れたりとかしてもいいですし、でイージークロージング、静かに勝手に閉まってくれます。 1,2,3 とねこちら3段もあります。でさらにこちら今
書いてあるので開けられないんですけれども、こちら、両開きのタイプの冷蔵庫があります。でこの上がねすごい明るくて広くて、今ちょうどね開いてるんですが、外気も入れられますし、ここね実はこんな感じでちゃんと網戸にもなります。でさらにちょっと明るすぎるなっていう時はこう閉めることもできちゃいます。めちゃめちゃ素敵。はい、ではねこちらですね。はい、ででん、うわ来た。はい、上にも窓があって鏡もいっぱいあって、で照明もすごいですね。で洗面があって下に収納扉がいっぱいあります。はい、でトイレがあって防水になってます。うわーめっちゃ素敵、すごい本当。じゃあ洗面もねエクセレントでした。でさらに、はい、こちらね収納になっているだけでなく、上にねあのかけるところがあるのでハンガーかけて、クローゼットとしても使える収納スペース。はい、クローゼットですね。でさらにこちら下がですね、ヒーターになっているので冬でも暖かくこの中で過ごすことができます。で来た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 このライティングめちゃめちゃすごいおしゃれですよね。いつも思います。こちら本当ホテルの一室かなっていう感じの、ベッドが2つあるんですが、このねパーツをこの間に入れてあげることによって、ここねザザッとみんなで寝れるような感じになります。これもすごく嬉しいです。で私のこの上の部分ね全部こんな感じで収納になっています。なのでね広く使えます。はい、こんな感じで広いベッドスペースでした。みるみるランド、こちらキャンピングカー長野さんです。はい、全部入りの1台です。はい、こちらねキャンピングカー長野さんのバンコンです。でこちらの、スペースキャンパーなんですけど、クール、そしてねクールダブルというね2つのスタイルがあります。でじゃあこちらで拝見していきましょう。乗車定員が6名で就寝定員が3名です。スペースの車両がハイエース、スーパー GL、ディーゼルまたはガソリンで選べます。でお値段ディーゼルが753万円、こちらガソリンが687万円となっております。はい、そしてね内装を見てみましょう。ここね靴とか入れてあげてもいいですし、あとねこうやって傘も差してあげると、とても便利です。でここが台になっていて、奥がキッチンとしても機能します。でさらにねここにも収納のスペースがしっかりとあります。はい、キッチンは冷蔵庫、電子レンジ、そしてシンクとね3つ揃ってるのが嬉しいです。ではこちらのスペースなんですけれども、今ね真ん中埋まってるんですが、真ん中埋まってるところは背もたれとしてねこんな感じで使うこともできます。本当にねみんなでぐるっと囲めるようなシンプルなスタイルです。はい、そしてねここにちょっとね背もたれになるんですよ。これがねすごくゆったりとくつろげるポイントですね。でここね中がずっと向こうまで抜けてますので、長物を入れてあげることもできます。でさらにこちらもねちゃんと余すことなく収納のスペースで左右取ってありますし、ここにね隠れているんですけれども、こちらにですねクーラーが入ってます。なので夏でもねこの中ほんと涼しく過ごせてすっごくいいです。でそれだけじゃなくてね、あそこに、2つこうクリップみたいなのがあるじゃないですか。あれタオルかけなんですよ。タオルかけられるんですよ。ああいうところもすごく嬉しいです。で今ねカバーがしてありますが、このライトの中、ベンチレーターになっていて、やっぱりね寒いところのお車なので、冬でも暖かくねこうやって冷気が入ってこないように工夫がされています。みるみるランド、はい、こちらパパビルドさんのブースです。はい、キャンピングカーが2台並んでます。パパビルドさんのブースです。こちらね、トヨタタウンエースがベースの車両になっています。ワンちゃんとかとねお出かけするにもちょうどいいよというねものになっています。はい、こんな感じで、運転席からねシートのカバーがねとてもね雰囲気がいいんですけれども、こちらね前の方までちゃんとねつながっている感じに仕上がっています。
カパビルドさんのフェイバリットボックススクエアです。乗車定員が4名で就寝定員は1名か2名です。ベースの車両がタウンエースです。でこちらお値段が489万円です。クーラーモデルって書いてあります。はい、リチウムイオンバッテリーを搭載したクーラーモデルです。走行充電、外部充電、ソーラー充電ができる1台になっています。こんな座るの？はい、こちらねライトもすごく素敵なんですけれども、あとねここベンチレーターもついていて、今クーラーがついているモデルなのでかなりね風が画面の向こう側にね、あるクーラーから風がすごく出てきてます。涼しいですね。寒いぐらいですよね。すごい効いてます。めちゃめちゃ効いてる。で電子レンジ、テレビもバッチリ搭載していますし、ケトルとかでねお湯沸かすのも簡単にできます。でこちら空間を落ち着いてできる LED のダウンライトも搭載ということで、調光ができるっていうのがすごい嬉しいですね。でさらにこちらに USB ポートと 12V 使えるようになっているのと、スイッチコントロールのパネルがこちらに来てます。でこの上がシンクもね使えるようになっていて、こちらカウンターテーブルは折りたたみ式になっています。はい、こんな感じで今ワンちゃんのカートがねここに入っていますね。なのでここでねちょっとくつろぎながらワンちゃんと戯れるなんてこともできます。で本当にね今後ろ向きなのでちょっとねお気が悪いですけど、足をこうやって伸ばしたり下ろしたりしながら本当この空間自由に使うことができて、とってもねくつろげるようになっています。はい、こちらねフェイバリットボックスの、ベースです。こちらの車両ダイハツのアトレイがベースになっています。乗車定員が4名で就寝定員が2名です。お値段が457万円です。はい、このフェイスがねやっぱりすっごいかっこいいですね。フェイバリットボックスベースです。アトレイバージョンかっこいいです。でこのここに見えますかね、ファンが来てるのでここでね空気の換気をできるようになっています。で日常使いができる4名乗車っていうのも嬉しいですね。で就寝人数は2人です。でこんな感じでね外に出してきてテーブルを使うこともできますし、もちろんこのテーブル中で使用することもできます。でこれがね家庭用の電子レンジ、そしてこちらがバッテリーです。こんな感じでね中でしっかり電気を使うことができるような1台になっています。で冷蔵庫はこの下にね搭載されているので、はい、こんな感じですね。見えますかね、こっちは、収納、そしてこちらに冷蔵庫となっております。みるみるランド、ルート6さんのブースです。はい、個性的な軽キャンが2台並んでます。はい、外観からねすごく可愛い個性的なお車になっています。ウォームスライトです。もうこのねカラーもすっごい可愛くないですか。白とベージュのツートンで上にはラックが乗っかっているっていう感じなんですけれども、こちら4人乗車の2人主審のお車になります。ベースの車両がエブリィジョインガソリン肉で走ります。お値段が275万円です。もうね、やっぱり値段の安さも嬉しい。そしてねこちらホイールもこんな感じに変更することができるんですね。めちゃめちゃ可愛らしいです。そしてねやっぱり取り回しがいいっていうのもこの K のいいところだと思います。今フルフラットにしてあって、セカンドシートねペタンと折りたたんでいる状態です。なので日常使いには4名ねしっかり使うことができますし、こうやってパタンと畳んであげることによってちゃんとこの中で就寝するような広々としたスペースになっています。で真ん中にねライトがダダダダッとね3つついていて、で左右にちょっとした家具があるだけなので、結構ここの空間自体は広く使えるようになっています。このアイアンとねこのボードとかがあることによって自分らしいこう飾り方とかね引っ掛け方ができるのも嬉しいですし、ちょっとしたものをのここにかけていくのもいいですし、ここはちょっとした収納のスペースにもなっています。でさらにここの下ですね、
チリンと、あ、ちょっと怒っちゃいましたけど、こんな感じで収納になっています。やっぱりね、軽キャンってどこに物を置けばいいの問題があるので、こういうところがすごく嬉しいですね。でこちら側がシンクおよびカウンターテーブルとなっているので、もうねここ1枚あればここで2人がゆっくりとくつろげますし、今ね外に来ているこのテーブルなんですけども、中でしっかりとこう使うことができるので、荷物も置けますし、ここでね2人がゆっくりくつろいで寝るスペースになってます。はい、はい、こちらねコーヒー拝見していきたいと思います。こちらはフェイスがねちょっと変わってて、ここら辺もアレンジしてあるのがね特徴的です。かっこいいですね、かっこいいですね。でさらにねここの上のラックもすごいかっこよくなってます。カードカーゴさんのルーフラックです。はい、でこれ全部標準装備だよっていうのがねダダダダダダダッと書いてあるんですが、クーラーとヒーターがあるっていうのもすっごい嬉しいです。ではねこちらの乗車定員から拝見していきます。乗車定員が4名で、就寝定員が2名です。ベースの車両がアトレ RS ガソリン2区で走ります。お値段が442万円です。はい、もうこのね足回り、このホイールとかもめちゃくちゃかっこいいんですよ。黒で統一してありますよね。で2列目シートを今パターンと折りたたんで、しっかりとフルフラットに作られています。でチャブ台でこう中は楽しんでくださいねというコンセプトになっていて、こちらですね、今このピロピロが吹いていることでわかると思うんですが、クーラーが入ってるんです。この中に 12V クーラーが入っていて、こちらのスイッチコントロールで使えるようになっています。でねやっぱり見せないようにしてるっていうのがめちゃくちゃおしゃれです。でここねちょっと開けてあげると、このアイアン引っ張ってあげるとちょっとしたね収納なっているのがこちらとこちらにあります。はい、そしてこちらですね、開けるとここもね収納として使えるちょっとしたスペースとなっています。でこのアイアンね取っ手にもなっているんですが、ちょっとしたねタオルとかかけてあげてもいいなって思います。でこの車内でクーラー使えるので、やっぱり今軽でもクーラー欲しいよという方がね増えてるということなので、これは本当それに応えた1台だと思います。で反対側こちらのね、収納なんですが、上のところにちょっとしたラックがあります。でここ開けてあげると観音開きのタイプになっていて、2段に分かれています。ここもね結構収納できますね。でさらにここもパカッと開けてあげてちょっとした収納で、多分こちら側ねバッテリーとか電装システムが中に入っているのかなと思います。で 100V が2口と USB ポート、そして 12V とね結構充実した電装になっています。でねこのマットを上げてあげると、この下がねやっぱり収納の部分になっているので、やっぱり軽でもこれだけの収納の部分確保されているのも嬉しいです。こちらねウォームスライトのジムニーカスタムです。ジムニーに似せて作ったエブリーのお車です。すっごい個性的ですよね。フェイスがめちゃくちゃ可愛いです。丸め、そしてねこちら上にはラックがしっかりとついております。ハードカーゴさんのものですね。で乗車定員が4名で、就寝定員が2名です。ベースの車両がエブリージョイン、ガソリン2区で走ります。お値段が332万円です。はい、ではね中はやっぱりウォームスライトになっています。フェイスもすごい可愛かったんですけれども、フルフラットで使えるような内装になっています。はい、で今回ね中で、テーブル使うとこんな感じですよというのが分かります。先ほどのねウォームスライト、外にここのねバーのところにかけて外で使っていたんですが、中で使うとこんな風に使えます。やっぱりね明るくて、そして広々とした空間が確保されています。みるみるランド、はい、こちらオートワンさんです。はい、求人くんと愛犬くんを拝見していきたいと思います。はい、もうね2日目にして宮殿くんご誓約者様出ております。さすがです。だいたいねオートワンさんの軽キャン売れてるんですよ。
はい、でね、やっぱりソーラーパネル電気が使える4人乗りポップアップしたらね4人就寝まで OK な1台です。で、ね、こんな風にちゃんとねサイドオーニングつけてあげると本当ここ全室としてゆったりと過ごせるようなスペースになります。はい、今ねセカンドシートが立ち上がっている状態ですね。そうすると、はい、まあ、椅子になるし寝れますよとおっしゃってましたがその通りです。フルフラットにするとかなり広く寝れるようなスペースになります。はい、後ろに回ってきました。でね、こちらのテーブルちょっと骨っぽくって可愛いなと思うんですけどデザインされていて中でも使えますし外でもこんな風に使えます。で、こちらホワイトエディションになっていて家具の色がねちょっと白っぽいというのが特徴になっています。本当に 2000W のインバーターが使えたりとか本当に電気をしっかり使えるのとあとね最大126cm そしてこの長さが198cm にもなるようなフルフラットのベッドをこちらの系の中でも実現されてるっていうのが特徴になっています。こちらねオートマンさんの宮殿くんポップアップルーフです。乗車定員が4名で就寝定員も4名です。ベースの車両がエブリジョイン 4WD でガソリンで走ります。お値段が372万円です。はい、こちら愛犬くん拝見していきたいと思います。これはねポップアップルーフなしのバージョンになります。でこちらの愛犬くんは乗車定員が4名で就寝定員が2名です。ベースの車両がエブリジョイン 4WD でガソリンで走ります。お値段が322万円です。はい、では中も拝見していきましょう。こちらね標準モデルということでねちょっとね黄色みがかった内装になっています。でねここにねちゃんとゲージを置けるようなスペースがあったりですとかもうフルフラットでこれだけ大きいねサイズが198で横幅が126センチのベッドスペースとなります。でしっかりとねワンちゃんの足洗ってあげられるようなスペースがねこうやって出てくるのもすっごい嬉しいですしやっぱりね 2000W のインバーターはちゃんと使えるようになってます。でここら辺も全部ねしっかりとした収納がくるっとあるので軽なんですけれども意外とね収納のスペースも確保されています。下はねこんな感じでフラットな状態ですね。であとここをねこう立体的に出してあげることによってじゃじゃん、はい、シンクが出てきます。こんな感じでねお水もちゃんと使えるのが嬉しいところです。こちらねコンパクトクーラー結構ねやっぱり電気しっかり使える車両なのでこういったものも装備することができます。はい、というわけで富士の国キャンピングカーショー2023でした。はい、もうね一日回ってゆっくり拝見させてもらってすっごい楽しかったです。はい、今回もいろんな方にお声掛けいただきありがとうございました。ありがとうございました。すごい嬉しかったです。今回の動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして SNS もやってますのでインスタ、ツイッター、フェイスブックなど遊びに来てください。ではまたね。